トレントン・マーカス・グリシャムは、アメリカ合衆国テキサス州フォートワース出身の、プロ野球選手。左投げ左打 MLB のサンディエゴ・パドレス所属。2015年の MLB ドラフト一巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ブルワーズで、プロデビュー。パイオーニアリーグのルーキー級、ヘレナ・ブルワーズでもプレーし、 二球団合計で55試合に出場して打率。309、日本類が21打点、25盗塁を記録した。2016年は A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズでプレーし、59試合に出場して打率。231、日本類が24打点、5盗塁を記録した。2017年から母方の生のグリシャムとなった。この年は、 A 級カロライナマドキャッツでプレーし、133試合に出場して打率、223、8本打四45打点、37盗塁を記録した。2018年は、A 級ビロクシシャッカーズでプレーし、107試合に出場して打率、233、7本打三31打点、11盗塁を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。トリプル A 級サンアントニオ・ミッションズ時代2019年、マイナーでは A 級ビロクシとトリプル A 級サンアントニオ、ミッションズでプレーし、2球団合計で97試合に出場して打率。326本塁が71打点12盗塁を記録した。7月31日、翌日の8月1日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りすることが報じられた。メジャーデビュー当日、オークランドアスレチックス戦にて9番中堅守で先発出場して3打数無安打だったが1打点を挙げた。同4日のシカゴカブス戦では初安打や初本塁打を含む猛打賞を記録した。外野全般で起用されて51試合に出場、打率231。 6本塁打、24打点の成績だった。ポストシーズンのワシントンナショナルズとのワイルドカードゲームでも先発出場したが、8回裏に不安外の安打を攻撃し、決勝点を献上してしまった。試合後、チームメイトから慰められたが、今は、ただ辛いと話した。2019年11月27日に、エリック・ラワー、ルイス・リアス、後日発表選手とのトレードで、 ザック、デイビーズと共にサンディーゴパドレスへ移籍した。ありがとうございます。